はい、ぐすみです。こんにちは。今日はですね、コーヒーと豆知識入れてみるで、コーヒー豆の買い方について、今まで、こういうふうに、ペーパードリップとか、フレンチプレスとかで、買ったことがない人向けに、初心者向けに、豆をどんな風に買ったらいいのかっていうのを、話してみようと思います。ちなみにいつも通りですが、今日入れるのは、ホノルルコーヒーのホノルルブレンド、10%粉コーヒーを、ペーパードリップで入れながら話してみようと思います。でですね、早速なんですけど、大体コーヒー豆買うときって、私は、あ、忘れてた。ちょっと待って。これを入れる動画は別で撮ってますんで、入れ方自体見たい人は、こちらの、動画をご覧ください。はい、これ忘れてました。はい。でですね、大体地元のコーヒー豆屋さん、に行くことが多いっていうか多かったですけど、ですね、そうだな。大体、2種類、用意してます。買ってます。っていうのが、初めて買うときは別に1種類でもいいんですけど、ではその豆1つだけになりますよ。なんで、飽きが来ないようにというか、2つぐらい買って、味を試すのが、むしろ最近ですかね。とりあえず、2つぐらい揃えといて、どれが美味しいのかな、みたいなのを、探したり、ちょっとこれ入れていくとね。で、どうだかな。最初の頃は、確かに、2つ買うとは言ったものの、最初の頃は1つずつ買ってましたかね。だいたい200グラムとか、の、量を買ってました。で、大体、コーヒー屋さんに行ったら、大体、2つのパターンがあると思うんですけど、1つは、豆をもうすでに、包装してくれてるもの、パッキングしてくれてるもの。このパターンは大体、200グラムで売ってることが多いと思います。私も別に、全国に見たわけじゃないんでわかんないですけど、千葉県と、高知県で見たときは、だいたい200グラムのパッケージで売ってるところが多かったですね。で、だいたい、そうですね、安かったら1000円ぐらい。自家焙煎とかのとこ行くとだいたい1000円は絶対に買ってるかなという感じですね。で、もう一つのパターンが、二つ目のパターンですね。豆を、量り売りというか、保存容器に詰めてる。で、焙煎した豆を保存容器に入れてとか、樽に入れてたりするパターンですね。で、その場合は、私が見たことあるのは、100グラム単位で買える。だから、それは店によりますけどね、100グラムから買えるか、あるいはひょっとしたら200グラムからしか買えないところもあるかもしれないですけど、で、その2つのパターンです。で、一番、肝心なところが、どんな豆を買ったらいいのかっていうことだと思うんですけど、正直ですね、好みにはよるんで、あれですけど、最初に、やっぱり、これから豆ひいて入れてみようっていう人が買うとなると、やっぱり、そのお店のブレンドかな、がいいと思いますね。多分バランスよくて美味しいと思うんで。で、話したこともない、なかったらね、なかなか、緊張するというか、コミュニケーションちょっと苦手な方は、私もそんなに、コミュニケーション得意なわけじゃないんですけど、ちょっと、
お店の人いたら話しかけてですね、いや、実はこれから始めたってるんですけど、みたいな、ちょっと初めて買うのにどんな名前がいいですか、みたいな、とか、まあ、もし、視聴者の方が、これから買おうという方が、好みのコーヒーがあれば、なんですかね、まあ、スタバみたいなというか、濃い、深い、苦味の強いというか、のが好きとか、まあ、あるいは、あんまり苦いのは苦手だけど、だから浅いというか、軽いやつ、飲みやすいやつ、華やかなやつが飲みたいとか、まあ、あるいは、そうですね、ちょっと酸味がある、まあ、華やかなやつでしょ、大体酸味あるんですけど、酸味は結構苦手だけど、まあ、あんまり苦いのも好きじゃないじゃない、そうすると、ちょっとコクがある、でも、苦味が残るわけじゃないし、酸味もあるわけじゃない。どっしりしたコクのある濃いのがあるとか。まあまあ、そんな、いろいろあると思うんで、だいたい、まあ、おすすめのブレンドみたいな、まあ、おすすめの、なんか、飲みやすそうなのありますかみたいな。だいたい、多分ブレンドが出てくると思うんですけど、そのブレンドを、まあ、それも多分、いくつかあるんですよ。ちょっと濃いめ、苦めのブレンドか、まあ、飲みやすい、ブレンドか、もっとちょっと軽い爽やかな、まあ、アメリカンタイプというか、爽やかなブレンドか、浅い煎り気味なやつですね。とか、で、まあ、多分あると思うんで、で、その中からまあ、選んでみるのがいいかなと。で、まあ、どうしても、わかんないってなったら、もう、大体、その3つ出てきた中で、1つも買ってみたいと思います。買ってみて、で、それを飲んでみると。で、まあ、ちょっと、私のね、動画、せっかく入れ方動画、まあ、撮ってるんですけど、まあまあ、他の方でもいいんで、それ見ながらですね、入れてみて。で、そうだなぁ、大体、そんなところかな。だから、店によっては、あれ、まあ、自家焙煎って何かっていうと、その店に、まあ、あるいはそのお店自体にはないかもしれないけど、そのお店が持ってる、焙煎機で、焙煎してる、もの。で、が自家焙煎コーヒーですね。で、そうじゃなくて、他の業者とかでまとめて、焙煎してもらってるというか、のがまた、違うコーヒー屋さんだと思うんですけど、もう、やっぱり、自家焙煎のコーヒーだったら、すごい新鮮なんですよね。その店で、焙煎して、で、まあ、ちょっとある程度保管して、で、前置いてるんで、すごい新鮮なんですよ。すごい、だから、香りとかもいいし、飲みやすいし、美味しいと思います。だから、自家焙煎って探してみて、その店がそうだったら、あとはそのですね、まあ、その店に行って、さっき言ったように買ってみて。で、その中でも、これまた2種類あって、オーダー焙煎ができる店っていうのも、まあ私最近見つけたんですけど、あるんですよ。オーダー焙煎何かっていうと、その生豆をお店に置いてて、それを、頼んでから、そこで発注してから、焙煎してくれるっていうところもあるんですよ。まあ、それか、もう一つが、まあ普通にその何日か前にもすでに焙煎したやつを置いてくれてるところがありますね。で、大体、最初の頃は、焙煎済みのを飲んでましたかね。で、実はオーダー焙煎を、しだしたのは、ハマったというか、まあ、しだしたのは、買い出したのは、こっちの千葉の店からなんですけど、まあまあ、ですね、そこはまあ、好みで。値段とかもそんなに、今のところそんなに大きく変わらないというか、むしろ、オーダー焙煎の方が安いような気がするな。まあまあ、ですね。で、オーダー焙煎で気をつけなきゃいけないのは、一つポイントがあってですね、焙煎したての豆ってすごいガスとか含んでるんで、抽出がうまくいかないし、なんか味が安定してないって、まあ、聞くんですよ。確かに、ちょっと前の動画で、一個、焙煎して、次の日だったかな？一日経ってぐらいで、入れてみたんですよ。確かあったと思うんですけど、ちょっとここ、もしあったら私のところに。で、それだと、なんかですね、あんまり、なんかそんなに言うほど美味しくなかったっていう感じがするんですね。あと私の、感じた味ですけど。
なんで、普通はだいたい焙煎してから2日3日ぐらい経ってるのが、いいって聞きますね。いや、別に2、3週間ぐらい経ってるので、全然、美味しいと思うんで、他と比べてっていう意味ですけど、スーパーとか、十分、そんなにね、焙煎したてじゃなくても、焙煎して2日3日ぐらいの新鮮なやつじゃなくても、美味しいのは美味しいと思うんですけど、さすがに、スーパーとかで売ってる豆よりは絶対香りとか、引いてる時にこのガスがちょっと、含んでて、もこもこっと膨らむみたいなのは、絶対あると思うんで、そっちをおすすめします。でも、どうしてもその最初にね、コーヒー屋さんに行くのちょっと敷居が高いなっていう人は、スーパーとかで豆のタイプを買えばいいんですけど、実は私もそうでしたけど、最初全然わからなかったんで、焙煎屋なんていうものが、こういう自家焙煎のコーヒー屋さんがあるっていうこと自体知らなかったんで、最初はですね、買ってました。スーパーとかで。で、それで、もし、これから買いたいっていう方が、ミルを、こういうミルでも、どんな形でもっとどっしりこう、手でちょっと持ちにくい、こう、四角い感じのやつでもいいんですけど、あるいは電動のでもいいんですけど、そういうので、引ける方は、豆のまま、豆でお願いしますって買うときに言えばいいです。で、もしちょっと、まだ持ってないとか、ドリップはしたいけど、ちょっとミルはちょっとまだ、ちょっとなみたいな人は、引いてくださいって言って。で、多分、その場合もちょっと聞かれると思うんですよ。こうペーパードリップ、どんな入れ方されてますかって、聞くかもしれない。聞かないかもしれない。お店によっては。聞いてもらったらね、こうペーパードリップで入れてますとか、あるいは、フレンチプレス持ってたらフレンチプレスで入れてますとか言ったら、おすすめの、豆の大きさで引いてくれるんで、っていうこともできます、ね。もう私は自分でミル持ってるし、引くのを楽しんでるんで、豆でお願いしますって言います、ね。だいたいお店行って、一つか二つ豆、私の場合ですよ、選んで、で、これ100g から買えますかとか、100g ずつがね、一番前は結構そんな感じで買ってたんですよ。100g この豆と、もう一個違う豆と、みたいな。で、100g ずつで楽しんで、またなくなったら買いに行くみたいな。最近はですね、実は、この動画を撮り始めた影響で、豆の消費量が圧倒的に多くなったんですよね。だから、最近だったら別に 200g、200g で買ってもいいかもしれない。毎日飲む人は、それぐらい買ってでもいいかもしれない。で、前は本当週末ぐらいしかゆっくり飲めてなかったので、その時は 100g、100g、あるいは 200g 一つみたいな買い方してもいいと思います。それで、だから豆で、お願いしますで、これとこれって、豆選んで、あとは支払いしたら、多分ね、ポイントカードとかそのお店のあると思うんで、である程度貯まったら、こう、何円引きとか、なんかプレゼントみたいな、500円引きとか、あるかもしれないんで、そういうのもですね、楽しみに行ってもらえたらと思います。ちょっと、伸ばしてください。だいぶ、ちょっと話しながらゆっくりめに寝たんで、なんか若干渋さが際立つかなっていう気はするんですけど、ちょっとお湯の温度もですね、90度ぐらいだったんで、大丈夫かなと思ったけど、若干最初の蒸らしと、途中でちょっと大きすぎたかなっていう感じです。いいか。美味しい入れ方はですね、また最初にあげたやつを見てもらえばいいんで、ここのカードってクリックしたら、最初の部分もこう出てくるんでですね、それでちょっと選んでもらって、見てください。今日はコーヒーと豆知識入れてみるで、初めて、豆を、初めて豆を、買う時の買い方、ちょっとうまい言い方がわかんないですね。初心者向けの、初めて豆を買う方へ、みたいな感じですかね。ちょっとね、このテロップもなかなかね、編集に時間かかるんで、なかなか出せないんですけどね。どっちかというと今、
こう、サクサクっと取って、こう、アップしていくっていう方針でやってるんでですね、コメント欄あるいは説明欄とかにですね、こんな風にみたいなのはちょっと残しておこうかなと思います。はい。こんな感じで、どうでしょうか。もし、わからないことがあったら、コメント欄でもですね、書いてもらえれば、やっぱりちょっと忘れましたとか、ちょっと、これがわかんないんです、みたいな、こういうのどう買ったらいいですか、みたいなのあったらですね、質問をしてみてください。はい。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。よかったらこんな感じでやってますんで、グッズイコーヒー、チャンネル登録をお願いします。Thank you for watching my channel. Have a good day and good coffee. Bye.